おはよう。今日何をしているかというとね、面白いものを見つけてしまったんですよ。髪の毛伸びたと思わない？そんなことは置いといて、スズリっていうね、イラストレーターさんとかがデザインした T シャツを販売してるあのサイトがあるんだけど、そのサイトで T シャツ旅くじっていうのが販売されてるの。どういうことかというと、いろんな T シャツの柄があるんだけど、その中で一つ選ぶと T シャツに加えて行き先の選べないピーチ宝くじがついてくる。 T シャツ購入時行き先は分かりません。そのイラストに行き先のヒントが隠れていますとのことなの。発売が6月11日土曜日の12時から6月19日の日曜日23時59分までなんですよ。今6月11の12時になったばかりです。買ってみますね。この成田発っていうところまでしか書かれてない旅のプランってこと。なんかこれが一番ハート多くない？一番可愛い柄はどれだろう。うわー、これ迷うな。なんか口からよだれ出てんのかなこれ。どうしようどうしよう、すっごく迷う。これさ、 T シャツを買ってさ、そのヒントを暴けなかったらどうなるんだ。今今世紀最大の悩みです。これにしようかな。買えました。それでは届くのを待ちたいと思います。ゴー。せーので、届きました。じゃじゃん。来るのね、結構早かった気がする。ここの中にね、ブーツが入ってるということなんで、開けていきたいと思います。はい、こちらです。見てください、窓がたくさんありまして、その上に緑。なんですかこれは。こんなところに怪しげな QR コードがありました。もうこれでわかるんだろうな。ほう、なんかの機械のページに飛びました。ん、何、ちょっと一旦タンマーメールが届きました。怖っ。来ました。ピーチ T シャツ宝くじ情報のご案内。この度はスズリをご利用いただきありがとうございます。ご注文いただきました航空会社ピーチとのコラボアイテム T シャツ宝くじの情報をお送りいたします。いよいよ T シャツ宝くじの行き先ミッションの発表です。めっちゃ怖い。発着地 NRT 東京の成田空港。行き先何これ、なんて読むの。金編に川の路。ミッション、お土産屋でマリモを買って10年大切に育ててみて。T シャツの解説、大型の球状マリモが群生するのは世界で見てもアカンコだけと言われています。最大直径は30センチを超えるのだとか。すごくない？コロンと可愛いマリモに癒されましょう。なるほどね、この意味はマリモだったみたいです。なんここがどこの場所なのか分かんなくてごめんなさい地元の方。今から調べますね。北海道なんだけど。というわけなんで、私は北海道に行ってきたいと思います。空港着きました。これでパッキンをします。着きました。ということで、今からバスのチケットを取らなきゃいけないらしいんですけど、なんか時間が全然ないから、それも取れるか分かんない。とてもとても怖いんで頑張ります。乗れば2番だからここでいいのかな。やばい、もうめっちゃヒヤヒヤしてる。今荷物をね受け取れてバスに乗るんですけど、ここでいいのかな。2番バス。
なんかすごいところに着いたんだけど。え、ちょっと待って、今釧路のバスセンターに着いた。で、マリモ、阿寒湖の船のチケットを取りたいんだけど、え、待って、もしかしたら受付やってないかもしれない。周遊船の受付何時？今17時5分だよ。え、ちょっと待って、ワンちゃん終わってるかもしれない。え、なんか痒いし。え、待って、受付終わってんだけど。え、嘘。え、どうしよう、周りも買えない。もう1時間も過ぎてんだけど。え、どうしよう。で、マリモ展示観察センターっていう、ちょっとここから離れてる島があるらしいんだけど、そこに行くとマリモの、なんて言うんだろう、生態が見れる。で、プラスマリモを買えるって私は調べたんですよ。でも、なんと受付が16時で終わりだった。何のために来たの。めちゃくちゃお腹すいた。なんか蝶々みたいなガンみたいなやつがいっぱい飛んでる。私が泊まるのが御前水かな、昔ながらの旅館っていう感じのところで、ちょっと楽しみです。いや、楽しみですとかじゃなくて、マリモが買えなかった。え、どうしよう。なんか近くのお土産屋さんとかにマリモが置いてないか見てこようと思います。口の奥のところに口内炎ができて、絶対食べ物を食べるときに通る道なんですよ。そこにできて、もう今こうやって話すのもすごく痛いし、食べるのも痛いしで、マジで最悪。もうさ、道行く人にさ聞きたいわ、何も売ってるとこってありますか。お、チュルハドラック、待って、この辺の薬買ってくる。私が乗りたいやつこれだった。遊覧船やモーターボートに乗ってマリモを見に行こう。これに行きたかったのに。え、ちょっと待って、マリモ出ないんじゃないの。シロシルドコロポクレ伝説。え、待って、マリモない。こんにちは。あ、今日マリモ買わないと帰れなくて、それゆっくり見てください。全然開けてられるんですけど、誰も見ないから閉めようかなと思って、はい、ね、全然大丈夫。よかったです。ゆっくり見てください。一応うちで売ってるのは養殖マリモのタイプと、はい、これがあの阿寒湖のじゃないんだけど天然なんですよ。天然マリモ、それのことはこっちに書いてるから、はい、めっちゃでかいマリモがいる。え、止まります。あの、お前水、御前水、はい、いっぱいいる、かわいい。で、天然マリモは何年生きられますか。結構生きますよ、簡単には。あの、そんなに、はい、よっぽど水取り替えないで、はい、日当たりのところに置きっぱなしにしていると、はい、水が悪くなったりしてマリモにダメになるけど、はい、私もこの水槽の中でも何年も育ててすごい。ちょっと質感が違うんですよ。水槽の中のふわっとしてるでしょ。してますね。これ養殖マリモで一番大きな 2.5 センチ玉。え、全然それ綺麗でしょ。これ綺麗です、うん、よかった。何があるか分かんない。鹿、天然の鹿がおる。なんで湖が見れる部屋だった。めっちゃ綺麗。あっち。19時に夜ご飯の時間なので、それまでに帰ってこようと思います。
個入ってた。